たち下がってなさい。まあね、生かしてるね。そいつも地上の武器かよ。ちょっと違うけど、そんなもの。逃げなさい。死んじゃいたいの？ヨーコよ。私の名前まだ言ってなかったでしょ。よろしく。で、この私の胸に潜り込んでるケムクジャラは何？ごめん。うるさいわね。あの、ヨーコさん。何？はぁ？動きにくいのって苦手なのよね。うん、何よ。残らねえな。ボなしでどうやって戦うって。世界の偉大なる神。なるほどね、そいつがラスボス、諸悪の根源ってわけ。やったやったやった。いつもよか肌色少ねえじゃんかよ。ヨーコから直しとったらあと鉄砲だけじゃのかな。わかってろよ。見せるだけが色気じゃないでしょ。な、こんな感じでよろしいでしょうか。顔に似合わずやるじゃない。コニロ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 。残念、バカでした。構うことねえ、発射。重いな。何やってんだよ、小娘が。とどめだ。悪いけど、これはもう大フレンダーの罪。待って。自分で起きられるよね。君たちに新しい先生を紹介する件。ヨマコです。皆さん仲良くしてくださいね。だよ、ちょっと見せや。ダメだよ。それ。1,2,3,4。聞きらしない。な、これ先生じゃ。そんなわけ。そこ、死後はダメでしょ。スパイラルネメシスはこの宇宙に滅亡をもたらす。それを阻止するために我らアンチスパイラルが存在する。下がってなさい。なんだしゃ、君は。先生よ。ふざけんな。よくも兄貴は。テストに出るからよく覚え。力で人を脅さない。以上、授業終わり。
赤点ね。もう何が起ころうが信じられる気分ね。お、俺もだ。シモン、スパイラルネメシスは絶対に起こしません。行ってきます、ヨマコ先生。